みなさんこんにちは 学生専任講師、仕様書士の講師の佐々木博美と申します、えー、本日は宅検受験生の皆様に今度は仕様書士へのステップアップのご紹介をさせていただきたいと思いますで、かつては私も宅検受験生でした宅検終わった直後に、えー、次何か宅検で勉強で身につけた、えー、知識を生かして、えー、次にステップアップしようかなと考えたときに、えー、たくさんの資格を検討した中で仕様、えー、書士に絞り込んだわけですがあ特に、えー、じゃステップアップとして何かをしたいと考えたときに えー、おそらく皆さん、ねあの宅んで生かした知識そして勉強、癖を使ってというところを考えられると思うんですがであのその中で、いくつかこう上がってくると思うんですね。でその中でですね、えー、どうせだったら使える資格、えー、それ1本で武器になる資格を考えていただきたいかなと思うんですよ。 であの特に司法書士を検討するにあたってなんか難しいんじゃないかな、えーねえー、とかついていけるかなとかいうことを気にされるかもしれませんがあのまず、宅研合格者レベルの方であれば司法書士の勉強内容についていけないということはまずありません。で、えー、イメージ的にはあ司法書士難関といっても中身が難しいのではなくて量が多くて大変と言われるのが一般的に難関資格と言われるゆえなんですね。 で確かに、あの宅研で勉強の時よりは、あ量は膨大です、えー、少商化試験は全部で11科目もありますが、ただあ、ねえー、少ない出題の科目もあって11科目という形になりますので、メインの科目が、えー、民法、不動産登記、そして、えー、会社法と商業登記とおこの4科目になってきますが、えー、特に宅研受験生さんでアドバンテージがあるのは、えー、民法と不動産登記法という形になってきます。えー、特にに勉強の時にはですね えーまあ、あの不動産登記は残念ながら捨て科目にされた方も多いと思います実際私もそうでしたただあ正面から勉強してみると実はすごく楽しい科目なんですねそして卓球、えー、の勉強の時には権利関係、まあ、民法もとりあえずやっつけで覚えたあーという感じで進められてたかもしれませんが。 ただ少子化の民法ですね、えー、特に、えーねあのー、振り返ってみると宅犬の勉強の時に「えー、いで覚えてたものを基礎から勉強していくことによってなるほどこういうことだったのかというような形で、えー、理解を深めていく、えー、実はあ楽しい権利関係というところにも気づくかなと思うんですね。是、え、非、ー、ですね,、えーあのー、ねその先のステップアップとして、えー、どうせ取るんだったらそれ1本で一生の武器になる資格、えー、これを身につけていただきたいかなと思います。 で学習開始されるにあたってまあ登録実務講習と並行して資料書士の勉強をスタートすることもカリキュラム的には可能でありますのでそこはまあ気にしなくても大丈夫かなというイメージです。 で実際、あのね卓研からステップアップで使用書士に短期合格一発合格された方っていうのも非常に多いのでえ学習のアドバンテージを生かして、えー、皆さんのチャレンジおお待ちしておりますで,できるかなとか実際のカリキュラムはどうなのかなというところで、えー、疑問がある方は是非、ね、レックのコールセンターもしくはレックの各支店の方にお電話ないしやご来講特に今はお電話でのご相談も増えてきておりますのでそこは遠慮なく聞いてみていただければなと思います。 それでは皆さんのチャレンジお待ちしております一緒に頑張っていきましょう